闘価値が見合っていないようなものに引っかからないように注意していただきたいなと。逆に HPV の有効性がちょっと霞んでしまう、それももったいないなと。皆さんこんにちは、サラリーマッチョ西です。今回は HMB の闇を暴くというテーマでお話をしていきたいと思います。皆さんも HMB のなんか怪しい広告、今まで目にされたことあるんじゃないでしょうか。これを飲めば筋肥大間違いなし、効果はプロテインの何十倍といった感じで、私もインフルエンサーの端くれですので、インスタグラムであったりとか YouTube で、こういった案件のお声掛けを非常にいただきます。ただ、お金に釣られてそういったものを何でも紹介してしまうと、自分の信用を落としてしまいますし、私の YouTube、インスタグラムでは、本当に私自身が使っていいと思ったもの、本当に親とか自分の親友、心から勧められるものだけ紹介しようというふうに決めておりますので、私の YouTube は安心して見ていただいて大丈夫かなと思います。で、私は現状バルクスさん、そしてマイプロテインさんのアンバサダーやらせていただいてるんですけれども、そちらも事前に商品の品質等を確かめさせていただいて、実際飲んで味的にも自分が続けられるかとか、価格と価値が見合っているかどうか、あと担当者さんが好きかどうかこのあたりも含めてお付き合いさせていただく方を考えております。で、ぶっちゃけて言ってしまうと、私にとってもサプリというのはなんかどこのブランドじゃないといけないというものは基本的にはないと思ってます。特許でも取っていない限り、その成分とかっていうのはどこでも真似しやすいですし、価格というのも似通ってくることになるので、最終的にはそのブランドが好きか、それを取ってる自分のこのセルフイメージとか、そういったところも込みで選んでいただくのがいいんじゃないかなというふうに私は思います。そして私もそういう感じで自分が飲むサプリというのは選んでいってます。はい、ではここからが本題です。 HMB は有効なのかどうか、結論としては私は有効だと考えています。そして実際に飲んでおります。ただ、少しちょっと冒頭の話に戻るんですが、成分自体は有効なんだけれども、怪しい謳い文句でちょっと広告費がこう商品に乗っかりまくった、価格と価値が見合っていないようなものに引っかからないように注意していただきたいなと思います。HMB に限らず、なんかこう筋トレグッズとかでもこれをつけるだけでめちゃくちゃ痩せるとか、いろんなものあると思うんですが、そういったある意味情弱ビジネスみたいなものにはぜひ引っかからずに、私の YouTube を通して、こういった筋トレリテラシーも、ね、ちょっとずつ視聴者さんが上がっていけばすごく嬉しいなというふうに思っております。で、ここからは HMB の有効性について深掘りして解説していきたいと思います。で、まず HMB とは何ぞやというところなんですが、有名な EA 必須アミノ酸、その中でも非常に筋肥大に有効とされているのはこのロイシンという物質です。この BCA にも含まれているバリン、ロイシン、イソレシン、そのロイシンなんですけれども、そのロイシンから代謝される物質としてこの HMB というのがあります。この HMB というのはベータヒドロキシベータメチルラクサというものなんですけれども、このロイシンの役割の中でもこの HMB というのは非常に重要な役割を果たしていると言われていて、このロイシンから HMB にこう変換されるものとしては、割合としては 5% 程度と言われています。であれば、ロイシンも重要なんだけれども、そのさらに重要と言われているこの HMB を単体で取ろうというところで、この HMB サプリというのが出てきています。では HMB の効果どういったものかと言いますと、筋タンパクの合成の促進、そして分解の抑制になります。つまり筋肥大に有効ということです。ただこれは飲んだから体がバッキバキになったりとか、みるみるムッキムキになる、そういった類の薬ではなくて、あくまでこの筋合成そして筋分解の抑制のこうスイッチを入れてくれて、より筋トレの効果を高めてくれるというふうに考えてください。で、この HMB というのはこの筋肉の発達に関してかなり強力なエビデンスがあって、そして安全性も高いということで国際スポーツ栄養学会が発表してますので、信頼性としては非常に高いサプリメントになります。 HMB の飲み方についてお話をしていきます。1日に血中の濃度を一定に保ちたいということで、できれば1日3回ぐらいに分けて1回あたり 1g、 1日トータルで 3g 程度摂取するようにしましょう。タイミングとしては朝昼晩でもいいですし、基本的にはこのトレーニングの前後を取りたいところなので、夜トレーニングされる方は朝と昼と、そしてトレーニング前あるいはトレーニング後、こんな形で取り入れていただくのがいいかなと思います。あとは飲み合わせに関しては、プロテインと一緒に飲んでいただいてもいいですし、クレアチンと一緒に飲むとこう相乗効果があるというふうにも言われてますので、例えばトレーニング後とかに、糖質と一緒にクレアチンと HMB と飲んでいただくと、そうすることで筋肉の合成をマックスにできるといった飲み方もおすすめになります。では最後におすすめの HMB についてお話をしていきたいと思います。
で、HMB には大きく2種類あります。1つは HMB カルシウム。まあ、一般的な HMB はこれに当たります。まあ、このカルシウムと結合した状態になっていて、まあ、大体摂取から1時間から2時間で血中のピーク濃度高まってきます。で、これと比べて、もう一つあるのが HMB 遊離酸です。で、この HMB に関してはフリーフォームで、まあ、非常に吸収が早い。摂取から大体30分ぐらいで血中の濃度がピークになります。ただ、品数が少ない。そしてめちゃくちゃ高いです。で、私が飲んでいるこの HMB は HMB 遊離酸の方のクリアマッスル、マッスルテックさんから発売されているものになります。その他、まあ、HMB 遊離酸だと、まあ、ハレオのラプター、まあ、これも同じ HMB 遊離酸で、まあ、非常に価格は高いけれども、効果も高いことを期待できるというサプリになります。ただ、まあ、私の場合はそこまでこのサプリに関してコスパっていうところを重視するというよりは、まあ、一番ね、効果が高そうなものを試す方に価値を感じるので、まあ、こうやってクリアマッスルだったりとか、ハレオの HMB というのを取ることが、まあ、多いんですけれども、正味普通のまあ、HMB と遊離酸の HMB、どれほどの効果の差があるかというのは正直謎です。なので、私としては、まあ、コスパのことも考えると、まあ、普通の HMB、カルシウムの方を選んでいただいて全然大丈夫かなというふうに思います。まあ、本当に予算に余裕があって、よりいいものというところであると、このクリアマッスルとか、そういったものをお勧めするんですが、まあ、逆にこの HMB カルシウムであれば、まあ、本当に皆さんがご存知で、お好きなブランドのものでいいのかなと思います。まあ、コスパ抜群なところでいくと、やはりマイプロテインとか、まあ、ほとんどのメーカーがね、結構 HMB とか出していると思います。まあ、そこで、ぜひね、注意していただきたいのは、この広告費が価格にどれだけ乗ってるか、本当に価格と価値が見合ってるのか、まあ、このあたり注意してみてください。特にね、こう、いろんな成分とか継ぎ足して、なんだかんだで結構全部中途半端な栄養成分で、でも、全部入ってますよみたいな見せ方をしているものに関しては、本当にね、成分量とか見ていただいて、本当に価値があるのか、というのは、ぜひ見定めていただければなと思います。私の周りの競技者でも結構 HMB 取れてる方多いです。やっぱりそのトレーニングの前後であったりとか、やはりこのアミノ酸の中でもロイシンの重要性というのは高い。そこはかなり角度が高い情報で、その代謝物質である、まあ、HMB、重要度としては比較的高い方かなと思いますので、まあ、よりトレーニングの効果を高めたいと考えている方、アプロテイン、マルチビタミン、オメガ3、クレアチン、BCA か EA、まあ、このあたり選んだ後、その次に選ぶサプリメントとしては、結構 HMB というのは私としても結構推せるサプリメントになります。まあ、この動画で私がお伝えしたかったこととしては、まあ、まずはちょっと変な商品に引っかからないでほしいというところと、そういった商品が出回ることで逆に HMB の有効性がちょっと霞んでしまう。まあ、それももったいないなと思いますので、本当成分自体は有効なものなので、ぜひまあ HMB 購入迷われている方、ご了見にお試しいただくのもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今回は HMB の闇を暴くというテーマでお話をしてきました。いかがでしたでしょうか？こういった形でまた様々なサプリメントをご紹介するシリーズもあってもいいのかなという気もしますので、ぜひこの動画参考になりましたら、ぜひ声かとコメントいただけると非常に次のサプリメント開発も頑張っていこうかなと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。限界はこれよりノーリミッツ。Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.